なんか風呂にめっちゃ虫湧いてるって聞いたんだけど、どこ？ってそもそもめっちゃ汚いけど。上見てみ。上？ちょっと待ってくれ。やばい、めちゃくちゃやばいことになって、今、黒が。ちょっと待って、これちゃんと映ってるかな？何だよ、これ。コマエみたいなのがさ。やばい、中も見せてるし。あ、左角向けに。中も。そういう。あ、ほんとだ。やばい、俺らの風呂が。ちょっと待ってくれ。てかさ、なんか最近家の中でさ、ちょっと結構ハエ飛んでね、みたいななってたよね。本拠地ここだったくね。ここだね。やば。ここね。これマジさ、広告つく綺麗さじゃないんだけど、エンタメとして成立しない汚さなんだけど。まずまあ、一回放置しよう。さ、あのさ、体型さ、何回も負けた方にしない？本当に？うん。全然いいよ。いい？いいの？本当にいいの？まあどうせ勝つしな。あ、そう。じゃんけんぽい。本当に？やだ。マジお前。いやいやいいよ、そんな高いの買わんから。いや、そんな高いの買わんから。おかしいんか頭。朝以外でバナナ食わねえだろ。分数ゼロいいっすか。一本でいいの。二本だけ。ハリとかこれ。これで早く死んでほしいのか。八十五秒あるじゃん。マジで冗談抜きでそれ NG だから。本当にダメ。本当にない。冗談で、これ本当にカット。今後言わない。いや本当にマジでやめて、はい、これ絶対カットしない、この2人。さすがにそういうのはカットする。いらんじゃない、もうこんなもんでいいんじゃない。ありがとうね、マジありがとうね、普通に。お前なんかさ、いや、ま、え、ん？え、レシート捨てた？レシートはいつも俺捨てるけどさ。あ、ほんと？うん、オッケー。なんか明らかに金額おかしかった。はい。汚すか。乾杯。乾杯。これめっちゃうまいよ。なんで俺、こんなやつと公園で飯食ってんだろう。マジでさ、うん、今この現状さ、うん、虚しすぎん？マジ最悪。ミニマリストの動画を見て、お前が？そう、なんかバカにするっていう流行りがあるんだけど、俺の中で。なんかあるミニマリストの YouTuber が、コメント欄にあるコメントが、そいつの投稿してるやつのコメントだけで、コメント欄までミニマム化するんだって思って。視聴者のコメントってやっぱ不要なんだなっていう。ミニマリスト的にはやっぱ。不要なもの捨ててきた。そうそう、不要なもの捨ててきたのと一緒で、うん、視聴者のお前らのコメントはゴミだから、まあ、結構理にかなってるなと思って。ああ、ストゼロが染み当たる。労働のほてった体にストゼロが染み当たるわ。まあ、何もしねえだろ。俺がいつもさ、動画の中で飲むよ。ビールの缶がなんかちっせえっつって、ちっせえサイズの缶でなんか、カイジが飲んでるやつみたいって言われた。なんでバナナなんて言えたの、お前。お前がやったんだろうよ。引きこもりとかってさ、ヤンキーではないけど、種類の不良だと思うんだよ。まあ、別の方向にグレてるだけじゃん。飛行に走るか、引きこもりに走るかみたいな。同じ不良であることは一緒だと思うんだよ。俺学年で入学式の2日目で生活指導食らって、最速だよ、歴代最速。うちの学校かなりなんか古い考え方でスマホ禁止なんだよね。その授業中にいじるの禁止じゃなくて、持ち込みが禁止なんだよ。でまあそれで俺捕まって、なんかめっちゃ陰キャのくせに2日目で生徒指導食らうっていう、めちゃめちゃヒップホップなことして。でしかもなんかそれを帰りのホームルーム、帰る時のホームルームで言われんだよね。つまり本名はかばしまなんだけど、かばしまくんが生徒指導を受けましたみたいな。俺いるのにだよ。やだ。しかも俺なんてさ、一言も喋らないヤバい陰キャなわけよ。明るい不良とかでもなければ、うん、まあ陰キャでもない、本当に誰ともかかんない、一言も喋らない陰キャが、うん、なんかやらかしたらしいみたいな、ざわざわざわってなって、超視線が痛かった。え、何したのあいつ、なんてバレたんお前。なんか俺普通にトイレでいじってたら、うん、でスマホいじりながらトイレパッて出たら、うん、普通に国語の先生が正面してて見られた。それ以降は俺4階のトイレ使うようになって、なんか4階は結構その過疎化してるというか、人があんまいないんで、だから昼休みとかはもう4階のトイレ行ってスマホいじってたね。私高校やめろって。やめろ。もうお前高校やめろマジで。
それもあってさ、なんか結構やばいことはするんだけど、でも一言も喋らない陰キャみたいな感じで、なんか裏番長って呼ばれてた。その陽キャにそのからかわれる形で裏番長って呼ばれてて、なんかオラオラ系のやつは普通の番長かもしらんけど、一言も喋んない超ヤバい系のやつでも卑怯はしてるって、なんか切れたらナイフでも出しそうなやつみたいな。マジでヤバいやつ、そうそう、本気でヤバいやつだと思われてて、で俺裏番長ってなんかバカにされてる形で呼ばれてて、なんか裏番長、そう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 、それもう何回も言われた。おい裏番長超いやつ、マジで本当にきつい、それマジで、マジでやだな、超嫌、最悪だな。そう、裏番長だったんだけど、本当に俺喧嘩とかも、まあ、もちろんしたことないし、スマホ関連で思い出したんだけど、俺マジで、まあ、異性に触れたことがなくて、最後に異性と接触したのが高1で、もうなんか俺がスマホ教室いじってたんだよ懲りもせず、いじってたら先生来たよみたいな感じで、そう俺のこうやってスマホいじってる手ごとバッてこう隠されたんだよね、クラスの委員長みたいなやつ、しかもその子めっちゃ可愛くて、お最高だったのに、バッてちょっと隠してみたいな感じで、それが一番最後の記憶女に触れた一番最後の記憶、番長の裏番長の最後の記憶か、そうそう、裏番長の最後の記憶はそれで俺の人生虚しすぎでしょ。高1が一番最後のやつ、その彼女できたことないとかさ、なら分かるやん、それでもまあそうそう珍しいかもしらんけど、俺は別に触れたことすらないっていう、それ以降、それで言ったら多分俺待って、記憶にない、そもそも俺記憶にない、ない、俺女子に触れた記憶がない。2本目いきます。本当にない、ん、本当になさすぎ、最後ここだなみたいな、小5から不登校でしょ、そのネタ抜きで本当にない、本当にないかも、ネタ抜きで、おもろすぎだろ、多分いや触れるだもんね、だ物渡すとかじゃ脳幹でしょ、物渡されるとか、どうだろうな、触れる、手で触れる、うん、もうない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 、なさすぎ、あるわけない、あるわけない、でも小学校なんか低学年とかになるよ、そんな言ったら、あーそっか、男と女の境ない、小学年低学年くらいまで俺行っちゃうよ多分リアルすぎる、余裕で、本当本物すぎるだろそもそも俺なんか中1の夏から行ってないから、もうそっか、もうそれだけでまずないし、そんなこう、あるわ、俺2週間ぐらい前、俺駅のホームで思いっきり女の人と見つかったわ。それ脳幹じゃない？脳幹これ。ぶつかったのは別の脳幹だよ。普通になんかあざできるぐらい思いっきりぶつかったんだけど。そんな思いっきり。バーンってぶつかった。触れたじゃないもん。触れてぶつかったじゃん。それが俺の最新が最近更新されたかも、最近最新の触れ合い。高一で触れた女まだ女にするいまだに、そのぬくもりをまだ覚えてて、その体温を忘れた記憶でやってんの、いまだにカスカスの記憶で、カスでしょ、いまだにチンコしごいてあの体温まだ俺はここに焼き付けてるかもじゃがりこ食べていい、新恋はいいね、新恋はいいわ、やっぱどういうところがいい、良くないところがいい、あんまりそ何でも揃いすぎてないみたいな話、ダセーじゃん、なんかダセーな全部が、なんかその飲食店の調査とかもそうだけどさ、全体的に古臭いよ、だってこの間さ見つけた理髪店の名前、ハンサムだもんな理髪店ハンサム、夜さ、やっぱ外から鍵盤ハーモニカの音とかガキがわめいてる声とか、全部が尊いよね、やっぱよ、キモいな今のこと相当気持ち悪いカットといてよおい起きろバカ、おい、おーびっくりした、そのびっくりさせんで帰るよ、何が、まあ、どこここどこか分かる、お前うるせえうるせえうるせえお前やばいな本当に。